くりしちゃうよ。じゃあごゆっくりしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。エビ芋のカニあんかけですね。お熱いですのでお気をつけください。
これちょっと研究に難しい角だからアルコールラグに辛くさ、焼酎に近づくのかな。そうですね、焼酎に近づくのかな。そうですね、焼酎に近づくのかな。水に近い。そうそうそう、まあ、そういうのもでも全然キレがいいんで、あ、口の中、油っこいものが外流してくれる。見てこれ、近いよ。いいじゃない。山本さんも、かっちゃんしたでしょ。そっか、ね、若いですよ、大きいけど。すごい。おいしそう。こちらから入れとなっております。ありがとうございます。フグでございます。フグの唐揚げ。ちっちゃいよね。食べやすそうなところがいいよ。いや。私は食べにくそうなところが好きだ。うん。本当結構ずっしりきて。いただきます。うん。うん。最高。最高。うん、塩があるってことはちょっとかけてもいいってこと。ほとんど骨だった、うん、ちょっとかけてもいい。ちょっとかけてもいい。ちょっとかけてもいい。これすだちもある。すだちもこっちにあるんです。かぼすかもしれないよ、うん、あ、でもいいです、うん、合うと思うけど、もうちょっと食べてください。うん、熱々。うんうんうん。じゃあこれを。確かにそれも合うからね。ね。こんな骨。ね。そう、さやから豆出していただいて、豆のちょっと薄皮むいていただいて、お塩で。もし今の時期まだ薄皮も柔らかいんで、もう嫌いじゃなかったらそのままでも大丈夫です。もし口残りやったらちょっとむいていただいて。はい。なるほど。むいてみる。いや、熱いですよ。自分が剥くからあまり怖い。また、絶対無理だからいいよ。そら豆。ちょっと手を。できます。おー、すごいジューシー。見てこれ。って抜くんじゃないの。リスト入れるよ。超ワイルド。まあ、どうですか。ワイルド。わあ、すごいっす。怒られたらしい。誰に。アバに。そういう器。もう俺らもか。美味しい。もう甘い。こんな甘いそら豆初めて。美味しい。またまた。どうしてるんですか。あるか。あるか。はい。美味しい。イノシシの豚味噌。豆の薄皮ちょっと剥いていただいてお塩で。豆の薄皮この時期結構柔らかいんで、そのままでも全然大丈夫なんですけど、お好みで。こんなんか置いとけばいい。ちょっとね、ちょっとあんまりがすっきりした。ありがとうございます。日本酒いいですよ。くず龍。はい。よかったね。よかった。お願いします。おめでとうございます。パターンショー。おめでとうございます。よろしくお願いします。あ、さっぱりしてる。超いいですね。5時ぐらいから飲んじゃった。だって5時からじゃないと。Thank you.
どうですか。優勝。優勝ですか。最高。いや最高でしょ。いけるね。もうちょっと。それはもう。ちょっといい。ちょっと。それはあれやっぱりこっからやから。ちょっとめっちゃでかいの。おかしい。あれ。いいじゃないですか。やべ。ごちそうする。やべ。ごちそうする。面白い。最高。最高です。やっちゃったかなこれ。いや食べましょう。食べるけどやっちゃったかな。最高。うわすごい最高じゃない。あれ。あれとか言わないよ。かっこ悪いよ。湯気がお願いします。うわ、まず厚さね。うわ、ほんとね、かまぼこみたいな。かまぼこですよ、これ。で、方向変えてください。いや、そしての。希望ですよ、その。いや。うわこの照りどうなっちゃってる俺。いきますね。いいですよ。いただきます。困るのは食べないんですけど。ああ、そうなんですで本日の天ぷらコースの、食材を説明、簡単に説明させていただきます。はい。